ウシンガンの12番と、はい、31番ですか、町藤原ですかね、町藤原ですね、あれもそろそろ入るんじゃないですかね、ピット。なるほど。でこの差っていうのが両者が12秒差というふうに言いましたかね、これはかなり厳しい差ですね、はい、ここは順位が変動する可能性もありますね。12番のダグ・ポーレンとミゲール・ディハメルは吉村のマシンです。 GSXR750R です。尾形さんね、はい、ダグ・ポーレンって夜早いんですよ。あ、そうですか。夜早いです。今までのどういう、あ、これまでの実績で、暗くなってもタイムがなかなか落ちないですね、はい、そういうタイプですから。なるほどね。多分ポーレンに託すんじゃないかと思って、はい、町井君と藤原君の耐久というのはほとんど、はい、経験ないですからね、こういった暗い中を走るというのがどうかなという、そうですか。いや、ダグ・ポーレンは29歳のキャリアたっぷりのライダー、8体は4回目になります。去年はケビン・シュワンツとペアで170ブラップでオイル漏れを起こして4位から一気に9位に後退するという、そういうこともありました。町井選手入りましたね、31番入りましたか、今ピットインしましたね。町井選手31番がピットイン、12番もピットインですね。あ、12番のダグ・ポーレンもピットイン、さあここはそうするとピット競争ですね、4位5位争いですよね、4位5位争いがさあどうなるか、一歩先にこの辺りで熟練された吉村のピットワークが生きてくるか。同時ですね、ほぼ同時ですね、同時にスタート、これは面白いですよ。4位5位争いです。あ、並んでいますね。並走するようにしながら行きます。最初に行っていますのは12番の吉村のマシン。いや、鈴木、その前に来ました。その前に来ました、ちょっと見ったですか、ちょっと前に、なるほど、ちょっと見落としました。はい、もうすぐ目の前ですよ。目の前です。つまりそうすると、わずか前ですね、もう2秒、2、3秒しかないですね。はい、先ほど12秒という差がありましたが、このピット作業 ですわ。あ、もう並びましたね。尾形さん、はいはい、今吉村チームの前にいます。ピットインしてきたデュハメル選手のところにいるんですが、はい、あ、尾形さん、もう今にも抜きそうな雰囲気もありますよ。ダグ・ポーレンが乗っています。あ、ね、あ、これは周回遅れでした。失礼。いやいやいや、そうじゃないですね。今吉村のメカニックの人、今いかにもあっという間に抜いたんで、そう思いましたが、まだ一瞬できましたね。一瞬目でタイヤがですね、はい、温まってないですね。ですからその辺で、いやいや、いやいや、ペースは遅いんですけども、はい、その中でもポーレンの方がそういう走りが慣れてるんですね。一気に抜きましたね、驚きました。尾形さん、デュハメル選手です、すごい汗をかいていまして、疲れ果てている様子なんですが、はい、How is your condition now? Well, it's not too bad. The first hour was the hardest. Now it seems to be getting better. The temperature's cooling down. And I seem to be getting in the swing of it if you want. Yeah, it's going good.1時間目はすごく暑くて大変でしたが、気温も下がってきたので比較的走りやすかったということです。はい。Now your turn is finished now. Well, I think so. Depending on how things go, it's never finished till it's finished. But yeah, I'll be on standby. I think for me it's finished today. And I hope that Doug and you know and everything goes good for him. And I'm real happy for the Suzuki Yoshimura machine and the team. They all did a very good effort andso did we, so you know, we're just pushing all the way, the team and the rider, and it's really great. もう走る番終わったんですかと聞きましたらば、もう一応終わったと思うと、まだ何があるかわからないけど終わったと思う。でとにかくダグも今頑張ってくれてるし、チームみんなが頑張ってくれてるので、精一杯やっているということです。どうもありがとうございました。Thank you. Thank you. はい、ご苦労様でした。吉村のマシンが一つ順位を上げまして第4位に浮上しています。12番です。さてその間にですね、はい、川崎さん、はい、宮崎大島の16番のマシンがテールランプが点灯していないということで、オフィシャルからのピットインを、直さなきゃいけないということで、指示をされたようですね。現在第2位ですので3位との差は1分十数秒でしたね、はい、それだと修理状況によっては、ひっくり返るかも分かりませんね。1分10秒ちょっと大丈夫ですか、着きましたか。今新しく点灯して OK という
情報が入りました。ということは結局あのピットの中に入ってこなかったんでしょうね。はい、なんか振動かなんかでこう、ね、でもそれもし走ってるうちにまたついたんだとすればですね、配線が落ちかかってるか外れかかってるかしてるわけですから、また途中で消えちゃう可能性もあるんですよね。そうですか。放送席、はい、お願いします。ヤマハの工藤部長です。山に例えればもう9号目過ぎたと思いますがね、今の状態どうご覧になりますか。そうですね、まあ、例年この後がちょっとね問題起こしてますので、今までのペースを守って最後まで走り抜きたいなと思ってます。はい、あの気温が下がって見守る側としてはどうなんですか。やっぱり心臓に悪いですね。あ、環境が変わるということは良くないですね。やっぱり辛いです、最後の1時間ではね。はい、あの今エディローソン走ってますが、このままなんでしょう。まあ、このままね、まあ、あの今までのペースで守って走ってもらうというのを祈ってるんですね。あの最後まで、はい、最後まで走ります。はい、まだ安心できないという気持ちね。まあ、まだちょっと時間残してますんで、最後まで頑張りたいなと。ありがとうございました。というトップを走ります平ローソン組の、話なんですけれども、何かあの最後までローソンに走らせようかというような今話っぷりでしたね。ですね。ということは、はい、今ですね、コントロールタワーのところですね、48番と85番ですか、はい、ブラックボード出てますね。あ、出てますね。48番が斉藤光雄、近藤ですね、ですね、はい、85番は、そして85番の選手はかなり後ろの方なんですが、堀川白井組、ホンダの VFR に乗っている選手なんですが、これ多分あの、電気がついてない、ライトがついてないというふうなことだと思いますね。一度ピッタリ戻って、転倒して改めて出るようにという、そういう指示なんですね。はい、48番と85番にブラックボードが表示されています。7時半のゴールまで37分に間もなくなります。長い長い鈴鹿の夏もあと30分少々でエンディングを迎えようとしています。73番のホンダのマシンに搭載しておりますオートバイカメラからこの夕暮れの鈴鹿の表情をご覧いただいているところです。実際にはゴールの時はもっともっと暗くなりますね。まだこのぐらいですので、前方の自然の明かりがもう少し残っていますけれども、7時を回りますとライトを頼りにしなければ走ることができないぐらいの暗さになってまいります。まあ、コース全体にあの照明がついてますんでね、はい、まあ、あの全然ライトだけということではないんですけども、それでもかなり見にくくなりますからね。あ、そうですか。オートバイのライトっていうのは真正面を照らすのですから、はい、あまりこう意味ないですね。あ、なるほど。こういう鈴鹿のようなコースになりますかね。右に左にバンクしていっちゃいますと、全然腹の方向を照らしちゃうんですよね。そうですか。こういうあのデグラーカーブなど行きますとね、そうですね、ライトは前方、マシンが横ということになりますからね。暗くなって怖いのはあのオイルですね。路面にオイルこぼれているのが見えないんですね。それに乗ってしまうということですね。30R 高速コーナー。さあ、これでグランドスタンド前に到着というところです。
まあ、確かにあの昼間のあの明るさから比べますとかなりこう走りづらそうな感じがしますね。はい、さん、今7位走ってましたですね、